はい、ですね、ミャンマーの、ヤンゴンにいます。で、シェラゴンパイアですね、有名な一番この大きな、寺院仏塔があります。でこれはですね、昼間は太陽の光で光合として夜はライトアップされるんです。その明かりによってですね、光合とする感じですね。素晴らしいですね。で今日は国民の休日ということで、多くの、国民がですね、参拝しに来ています。すごいですね。あ、すごい笑われてますね。今見てるんですけどね、すごいですね、これは。周りもね、こう見てください、このキンキンで集められてる。すごいね、この参拝者の人はすごく多いね。今こう歩いてるところですね、すごいね。なんかね、結構落ち着く、落ち着きますね。国民の 85% は仏教徒なので、ね、そういったところでは日本も仏教徒、まあ、熱心な多分仏教徒、まあ、普通の国民でいないかもしれないですけど、一応似たような感じではあると思います。おみどきだけど